困難な状況を乗り越えるっていうのしか思い浮かばなくて、とにかく頑張りましたみたいな感じに聞こえたので、はい、これって学生からするとそれが強みって何って感じだと思うんですけど、社会人からすると出川さんに向いてる業界はどうぞなと僕は思ってますということで最後の相談なんですけども、長谷川さん悩みの方をお願いします。最後の悩みが自分の強みとか弱みが合ってるのかがわからないっていう悩みがあります。ちなみに今現時点での長谷川さんのご自身で思う強みとか弱みをお話しいただいてもいいですか。困難な状況を乗り越えるっていうのしか思い浮かばなくて、それをやっぱアルバイトの経験に基づいて伝えたいっていうのがあって、うん、それが強みだと思ってます。結構真面目って第一印象で言われます。仲いい友達とかから打ち解けていくと結構おちゃらけてるねって言われたりもします。弱みは何だと思ってますか。自分の中で問題を抱え込んでしまうっていうのが悩みとして、抱え込んでその結構辛くなっちゃう。学校でも課題を友達とやった方が効率がいいんですけど、友達のこととか考えると自分でこう解いてなんか見せてあげるっていうか、なんていうんですか、こう教えてあげるみたいなのをやったりしてました。自分のことを分かっていないっていうところがまあ悩みということなんですけど、困難を乗り越えられるところみたいなことを強みっておっしゃってるのが合ってます、はいはい、困難に対してどういう考えでどう立ち向かっているのかとか、もう一段二段ぐらい掘り下げた方がその本質的な強みとか弱みに近づける気がしていて、はい、なんか そこってどうですかね。ここに書いてきたっていうかのがあるんですけど、あもしよかったら、はい、私は困難な場面に直面したときに試行錯誤しながら取り組み乗り越えられます。私はカード会社で3年間アルバイトしております。カード毎月新規500件獲得目標に日々営業に取り組んでおり、1日平均で約17件獲得しなければ目標達成できないので、ある施策をここで2点思いつきました。1点目は250店舗あるお店の従業員の方に暇な時間を活用してコミュニケーションを取りに行ったことです。2点目はカード新規の獲得がつながらないお店に入ってレジに来たお客様にカードのご案内しました。そしたらカード獲得できてなかったお店でカード獲得につながり、従業員の方とのさらなる関係構築にもつながりました。その結果従業員の方がお客様にカードのご案内をしてくれるようになり、安定してこう1日17件くらいの成果につながったこともあり、目標達成することもできました。このように私は困難な場面に直面した時でも乗り越えられます。で、強みは何なのということは実は書いてなかったです試行錯誤ができることが強みっておっしゃってましたよね、うん、今だととにかく頑張りましたみたいな感じに聞こえたので、はい、ちょっともったいない気がしますね。金持さんがおっしゃってるのは試行錯誤をしたことが悪いんだよってことではなくって、いろんな人生の中でいろんな試行錯誤があると思うんですね。例えば南さんって、はいはい、困難にぶつかった時の試行錯誤ってどんなパターンを描かれてますか、はい、どんなパターンですか。自分以外のプロフェッショナルを見つけるように広げて探すのと口説くっていうのが一番大きいですね。ちなみにそうですね、まあ、まずは自分の中で何をしたいかとかどうありたいかとか、まあ、そういうことを整理した上で、まあ、一人でできないことの方が多いので、まあ、どう仲間を見つけるかとかそういうことを考えて仲間を増やすとか、まあ、そういうことはよくやってるかもしれないですね。ちなみに私の試行錯誤は全部やって無理になった順に諦める。潔いですね。今試行錯誤って言葉でまとまってましたけど、うん、おそらくこの3人が活躍できるシチュエーションってバラバラですよね。確かに多分面接をされてる方っていうのはこの子は多分うちの会社だったらこの部門で活躍できそうだなとか、うん、そういうことを考えられるヒントになるんですね、うんうん、ところが今の時点では試行錯誤って固まってるので、どういうふうに長谷川さんって活躍できるのかなっていう情報にあと一歩足りないかなという印象があるんです。長谷川さんには長谷川さんの試行錯誤のパターンがあると思うんですよ、うん、ちなみに今お話は三者三様でしたけど、どんな試行錯誤をされてるって感じますか。普段困難な場面に直面した時には社員の方にまず頼ってみるっていうのがあります、うん、お客さんに迷惑かけちゃいけないので、分からないことは全て社員さんに聞いてからお客様に伝えるようにしています。いい試行錯誤じゃないですか、うん、今強みって2つ現れていて、1つは正直である、2つ目その正直さをお客様に向けてらっしゃる、うん、
今 ES に落とし込むと私はお客様を第一に考えますっていうものすごく平べったい ES になっちゃうんでそう書かないでいただいて、私は成果を出すためにお客様を立てることがビジネスの拡大に重要だと考えるタイプですとか、ちょっとねひねった表現とかもあるとなおいいかなと思います、うん、すごい利他的な方だなっていうふうに。そうですね、結論最初に書けってよくエントリーシート言われるじゃないですか、はい、私は利他的ですって結論でいいと思います、うん、自己 PR 自体がそこの軸が変わってくると、さっきまでは多分試行錯誤みたいな言葉が利他であることになった時に、じゃあその軸でちょっと振り返ってみると、あのいろんなエピソードがあるかもしれない。ノートとかを友達に教えてあげるとかって利他の塊。いや本当にそうで、欠点も利他的すぎて自分で悩んじゃうってことでしたよね、うん、だからかなり一貫してるんですよね。一貫してますね。でもそれね、ビジネスで役に立つシーンってあると思うんですよね、うん、物を売るっていうところもそうですし、カスタマーサポート的なところでも活かせるかもしれないし、いっぱい活かせるフィールドあると思うので、売りなんかいくらでもあるじゃないですか、うん、だからちなみに視聴者の方も今真似できる自分の強み弱みを分かる方法としてはどういったことができますかね。基本的には自分の長所と短所を最初から企画に把握してる人なんてほとんどいないと思うので、うんうん、まず壁打ち。意外な例なんですけど、私は目上の人に飲みに誘われまくりますっていうエピソードで内定を取りまくった人とかいて、これって学生からするとそれが強みって何って感じだと思うんですけど、社会人からするとそれはめちゃくちゃ強みだよっていう。めちゃめちゃ強いですね。話だと思います。こんな風に会社で働く目線から考えると、自分のね、いやなんか先輩を断れなくてみたいな話がものすごく強かったりするので、壁打ちを先輩として見るっていうことは強くお勧めしたいです、うん、よくあるパターンは、そもそも私の長所なんてこの世にないんですけどみたいなパターンが視聴者さんには多いのかなと思っていて、うん、まずは短所を上げつらっていただいて、それを大義語にしていただくことで、それが一つ長所であるという想定を立てていただければと思います、うん、強化軸を社会に当ててみるっていうところと、自分の弱みとかできないところが分かる人はその逆転の発想を持ってみるっていう。今回のケースで言うと、嘘をつけないんですっていうのが、うん、まあ、実は弱みだと思いつつも、実はそれはお客さんとの信頼関係を築くっていう強みでもあるから、うん、弱みの場でも自分の強みをアピールすることだと思います。ということで、3つ目の相談、はい、解決されましたか？悩みは解決できました。最後に長谷川さんへのアドバイスと応援メッセージを一言ずつ皆さんにいただいて、長谷川さんには今日学んだことを一言でフリップに書いていただけたらなと思います。長谷川さんに向いている業界は不動産だと僕は思ってますで、あの証券、生命保険、銀行はお勧めしません。つまんないから。なのでやっぱお客さんと信頼関係を築いて、はい、5000万まあ、物件を決める人になってほしいなと僕は思ってます。こう快活ですごくなんか自己表現が上手い人だけが、魅力的な人ではないと思いますので、まあ、人それぞれの魅力とか強みとかってあると思うので、やっぱりそこをしっかり理解した上で、まあ、その魅力が、生きる場であったりとか、自分が好きだと思える仕事とか、まあ、そういうところのマッチングっていうものをしっかり、大事にして、活動していっていただければ、まあ、おのずといい結果は出るかなっていうふうに思いますので、まあ、人と比べる必要もないですし、受かる受かんないじゃなくて、マッチするマッチしないっていう考え方になると思うので、うん、不安視せずに新卒っていう一回きりのカードなんで、まあ、いい出会いになるように活動していただければと思っております。結構真面目な方っていうのは就活で失敗してはいけないってすごく思いやすいんじゃないかなと伺ってても思いました、うん、でも就活って採用の倍率ってものすごく高い。大体知ってる会社ってみんなが応募しますから倍率も高い。つまり自分は落ちるっていうのは普通のことで、それは失敗じゃないんですね。最終的にどこにお勤めですかって聞かれた時に、ちなみにそこに内定するまで何社落ちたんですかなんて聞く大人はいませんので、うん、プロセスは何だっていいんです。何回落ちても大丈夫です。金融だけに絞る必要もないし、もしかしたら今後出会うその練習の場数って言われた会社が実は一生勤めたい会社になるかもしれないというところで、就活すごく気負ってらっしゃると思うんですけれども、楽しんでいただけるぐらいの気持ちで取り組んでいただければなと思います。今日学んだことをフリップお願いします、はい、今日学んだことは人前でこうしっかり話せるようになることだと思いました。お三方の話を聞いたんですけど、誘ったんですけど、うまい返しというかもっと踏み込んで聞くことができなかったので、
もっと練習をこなしていこうと思いました。今日出演してくださった方の SNS のリンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら皆さんフォローお願いします。ということで本日は皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。